1979年のパレードの様子名シーズン、サンクスギビングデイパレードの出演者がパレードか、パレード直前に行われる名シーズン前の特設ステージに出演し、ショーの一部を再現する。2007年のパレードは、映画技術者労働組合のストライキの最中に行われたため、キューティブロンドは、この影響を受けて、仮のショー道具を使い、作品内に T シャツを着用し、 舞台装置なしで行われた。同年の他の3、ブロードウェイ作品だけでなく、1957年より、毎年ザ・ロケッツがパレード直前に行われる特設ステージパフォーマンスの最終出演者として登場している。アメリカ同時多発テロ事件10周年として、この事件の犠牲者の世界中の家族を長期間でサポートする、チューズ・ゲズ・チルドレンから招待された家族たちが、 NBC のアルロカーと共にテープカットを行い、パレードの代表のエミークールと共に戦闘を歩いた。毎年4400万人以上がこのパレードをテレビで視聴。1939年、ローカル放送開始。1940年か1941年からテレビ放送が中止されたが、戦後1945年にパレードが再開されると、同時にローカル放送再開。 1948年 CBS で全米放送が開始されてから毎年全米で放送されるようになった。1952年から NBC が公式放送局となったがタイムズスクエアにスタジオのある CBS は非公式でザ・サンクス・ギビング・デー・パレード・オン CBS として放送を続けた。パレード実行委員会は公式放送局を 承認することができるようになったが、スポーツなど他のイベントにはその権限はなかった。パレードのルートは CBS のスタジオを避けるようになったため、CBS が放送を続けるには困難になったが、それでもずっと同様に放送を企画。CBS はこれに監視し,しばしば批判してきた。2002年まで長年1ヶ月後に録画放送をしてきた。その後はパレードの代わりに、 CBS のアナウンサーが著名なゲストにインタビューする番組を放送。タイムズスクエア近くのハードロックカフェから放送しており、パレードと関わりを持つことが難しくなった。2006年にローズパレードの放送から手を引いてから、CBS が放送する唯一のパレードとなっていた。また、パレードの合間にブロードウェイミュージカルのパフォーマンスも放送。最初のテレビ放送はたった1時間であった。 1961年、1960年からカラー放送。アメリカには4つの標準時があるが、NBC は録画放送で、どこの標準時でも午前9時から12時まで放送されるようにしている。CBS の非公式放送は生中継をしていたため、場所によっては公式放送の3時間前に見ることができた。百六十二年から百七十一年まで、 NBC の放送は当時、ボナンザに出演していた、ローン・グリーンとベティ・ホワイトが司会。1971年、エド・マク・マホンが加わり、その後1982年までマク・マホンの司会が続いた。1982年から1987年は、ブライアント・ガンベル。1987年から1997年は、トゥデイのウィラード・スコットが司会。この間、 メアリー・ハート、サンディ・ダンカン、デボラ・ノー・ビル、ケイティ・クーリックが共同司会を務め、80年代初頭から1994年頃まで、ディック・シュナイダーがプロデュース券演出、1994年頃から、ブラッド・ラクマン制作指式、ビル・ブラッケンプロデュース、ゲイリー・ハーバーソン演出で番組が制作された。近年、トゥデイのアンカー・マット・ロワー、メディス・ビエラ、 アンカリー、サバンナが3により司会が行われ、アナウンサーとしてドンパルドが参加し、その後、ウィラード・スコットが司会の10年間で、唯一の女性アナウンサーリンダ・ローペスが参加し、1994年頃から、レートナイト・ウィズ、コナン・オブライエンで有名なジョエル・ゴダードが、アナウンサーとして参加。2011年、トゥデイのアナウンサーのレマーシャクが後を引き継いだ。 テレビ放送の音楽監督は、ベテラン作曲家、編曲家のミルトン・デラックが担当。第85回記念パレードの特別番組が11月24日午後10時から、トゥデイのマット・ローアーが司会で放送されることが、NBC より発表された。CBS の放送はもともと、ディズニーランドのパレード、トロント・サンタクロース・パレード2ヶ月前に撮影された。 このルールのアロハフローラルパレードのシーンを映す、オール、アメリカンサンクスギビングデーパレードの一部として放送された。2004年、CBS は、メイシーズのパレードのみを放送しようとしたが、公式放映権がないため、メイシーズの名前を使うことができなかった。放映権の都合上、当日は、ブロードウェイや音楽での出演者は NBC にのみ、出演できたため、CBS は、 パレード使用場面とは違う場面のブロードウェイ作品など事前に収録したものを放送することとなった。1997年 MTV のゲストリポータービビスバットヘッドと司会のカートロダーはパレードと感謝祭の様子を実況中継した。この特別番組ビビスバットヘッドデュサンクスギビングにはビビスバットヘッドのバルーンも登場した。このバルーンは パレードには参加しなかったが、パレード沿いのビルの屋上に置かれた。2008年第42回スーパーボールでコカ・コーラの CGI コマーシャルが全米に放送された。このコマーシャルの内容はニューヨーク市内でウルトラワンちゃんとスキュー・ウィー・グリフィンのバルーンがコカ・コーラの瓶の形のバルーンと競争し、最後にはチャーリー・ブラウンがコカ・コーラのバルーンをつかむ。 同年フランスカンヌで行われたカンヌ国際広告祭で銀子賞を受賞し、2008年10月の名シーズンのコマーシャルには34丁目の奇跡、I Love Lucy、隣のサインフェルドなど名シーズンが登場する映像と、共にこのグリフィンのバルーンの映ったコマーシャルが使用された。このコマーシャルはグリフィンが登場するファミリー外のエピソードサンクスギビングで言及され、 スティーウィーはこのパレードではバルーンでのみ登場する。ラジオではウィンズで放送される。ニュース放送局としてニュース以外で放送される数少ない機会の一つである。パレードはニューヨーク市の極の一つ、マンハッタンで行われる。当初はハーレムの145番街からスタートして6マイルパレードし、ヘラルドスクエアで終わっていた。1930年代。 セントジョンディバイン大聖堂近く、110番街とアム,ステルダムドアムステルダム通り南をスタートし、106番街で東に曲がる。コロンバス通りで9番街の地下鉄の高架の下を通るためにバルーンを下げなくてはならなかった。その後106番街を通り、セントラルパーク西に向かい南に曲がって、メイシーズの店舗で終了した。2009年。 新しいルートが作成された。77番街とセントラルパーク西から、セントラルパーク沿いに、南のコロンバスサークルに向かい、東のセントラルパーク南に沿って進む。7番街で右折し、南のタイムズスクエアに向かう。42番街で左折し東に向かい、6番街で右折し、ブライアントパークで再度右折。6番街で南に向かい34番街の、 ヘラルドスクエアで右折し西に向かい7番街で終了。2009年のこのルート変更により、これまで何十年も通ってきたブロードウェイを全く通らないものとなった。ニューヨーク市はこの新しいルートについて、パレードと観客のためのより広いスペースを確保するためとした。他の理由として、ブロードウェイからタイムズスクエアに向けて歩行者専用ゾーンの計画があったためとされる。 2012年、さらなる新しいルートが開始された。2009年以降のルートと似ているが、タイムズスクエアビジネス改善地区や、ブロードウェイ劇場オーナーなどの団体による抗議により、タイムズスクエアを全く通らず6番街に、進路を変更した。NBC の独占放映権により、タイムズスクエアに、スタジオのある CBS からパレードを遠ざけるものとなった。 コロンバスサークルは平坦で強風のためバルーンがうまく機能しないためここからの観覧は進められない。ニューヨーク市はこの新しいルートは信号など障害となる可能性のあるものを避けるものだとしている。隣のサインフェルドのエピソードザ・マム・ポップストアでエレインが上司のピットからウッディ・ウッドペッカーのバルーンを持つ権利を得る。 フレンズで最初に感謝祭のエピソードが放送された時、同年パレードに登場しなかった、ウルトラワンちゃんのバルーンが番組内に登場した。2001年から、メイシーズスタジオは NBC ユニバーサル所有のユニバーサル、オーランドリゾートと提携し、ニューヨーク州からフロリダ州まで、ホリデーシーズンごとにバルーンやフロートを送る。パレードには欠かせない、サンタクロースのフロートを含め、 毎日行われる。オーランド地域で集められたパフォーマーは、同消しなどに奮し、ゲストにバルーンを持たせたりする。2006年、世界規模のヘリウム不足によりバルーンの数を減らした。実行委員会はバルーンを使用しないことも考慮したが、市民の要望により、規模を縮小しての開催となった。ありがとうございます。